アジサイの剪定やっていきたいと思います。アジサイは剪定しないと今年咲かないっていうわけではないんですけど、冬は葉っぱが落葉してて中の枯れた枝とか混み合った枝とか、お手入れしやすい時期なので花芽を傷つけないように作業していきたいと思います。今こんな感じで葉っぱも全部茶色くなって落ちてしまってます。ちょっとこういう残っているところもあるんですけど、12月までは結構残ってたんですけど寒さで一気に茶色くなってしまいました。でこんな感じで来年咲きそうな芽が先端にいっぱいついてます。ここが夏花終わった後に剪定した後なんですけど、それからこの脇芽が伸びて、ちょっとここの先端は花芽になるかどっちかなっていう感じの、ちょっと傷んでる芽なんですけど、こんな感じでここからも花芽になりそうな芽が膨らんでます。こういうなのを残しつつ花芽落としてしまわないように作業します。中の方からも結構膨らんだ芽がいっぱい出てきてます。ちょっとこういう先端のこれもなんかねちょっと傷んでる感じなので、もしあれやったらもうここは落とそうかなっていう感じです。ここまでここの芽よりこの下の芽の方が結構膨らんでていい感じなのかなっていう感じなので、もし背丈低くしたい場合はここまで落としてもいいかなと思います。この先端のちっちゃいちょっともう悪い茶色くなりかけてる芽を残すより1段2段ぐらい下のこの健康的な芽を残す方がいいかなと思います。そしてやっぱ数年経ってだいぶ混み合ってきてるので、めちゃくちゃ古い根元からもうちょっとなんか水分が抜けてそうなこういう木は下の方からカットしたいと思います。まずまたブルーシートを引いておいて、ちょっと風がきついので今日はここにゴミを集めていきます。まず最初の姿がこんな感じです。中も結構混み合ってます。まず根元から枯れてるこの枝、この枝とかあとこの枝、この枝はちょっと下の方でこの枝だけ生きてるかなって感じなんですけど、この枝あとあとこういう枝です。こんな枝を下からカットします。全然芽が出てない枝です。これを絶対やらないといけないっていうわけではないんですけど、やった方が、まあ、あの葉っぱが綺麗に吹いてくるっていうのと、あとね葉っぱだけ出て葉っぱばっかり茂ってこう風通し悪くなっちゃうので、その風通し良くするっていう意味でもいいと思います。あとその花芽に養分をこう集中させるっていうか、他のこう枯れそうな葉っぱに使うより花芽の方に養分がいってくれるように枯れ枝を処分します。こんな感じの枝です。もう全然芽が出てないです。で切った時もすごい乾いたような軽い枝でカスッとしてます。
自然に咲かせたい場合は花芽をすべて残して小さくても咲いてくれたらいいかなっていう感じなんですけど、芽を減らして看護へあげたりするとやっぱり一輪が大きくなったりすると思います。これも一番先端の芽が弱々しい、もうなんか全然膨らんでこない感じなのでここでカットしておきます。この枝もこの先端の弱々しいの残すより、ここも2段目も弱くて3個目も片方しか芽がない、めちゃくちゃ太くて勢いはあるんですけど、その下一番下の方に来ないと充実した芽がないので、もうその下のここで切るか、まあここバランスが悪かったらまあここでもいいかなと思うんですけど、これ片方の芽は花芽になるかなっていう感じなので、ここでカットしたいと思います。全体の高さ見て、まあ、ここで一応カットしておきます。あとこの枝、この枝もよいしょ、上の方は全然芽がないので抜きました。この枝、この太い枝も先端の芽はこんなんです。ここの段ももう枯れかけてます。脇芽もうこの枝自体がなんか枯れかけてるので抜いてしまってもいいかなと思います。それかここの段でもう一つ下から結構いい感じの芽が出てるので、まあちょっと今年これが花芽になってここから咲いてくるかちょっとわかんないですけど、ここで切ろうと思います。ちょっとバランス悪いけどここまで短くします。この枝抜きました。その横のこの枝もなんかこれ結構ね、上の方が全体的に悪くなってるので、まあ、丈短くするっていう意味でもこの辺かこの辺でカットしようと思います。ここでいいかな。この枝もここはもう全然悪くて、ここ1個降りたところにいい感じの芽が残っているので、ここの上でカットします。今年のお花はここからさらに少し 2,30 センチ伸びたところに花芽がつくので、その高さを想像しながらカットするといいかなと思います。でこれ枯れてんのかなとか、もし分かりにくいのがあったらもう少し残して、この辺だと4月初めぐらい、ちょっと葉っぱが出始めてから何も出てない枝をカットするとかでもいいと思います。毛も少し短く、あといらない枝を間引いてすっきりしました。切ったのはこれぐらいです。この中にも多分花芽になってくれる芽がね、多分こんな感じであると思うんですけど、花数はどうしてもこう剪定すると減ってしまうかもしれないんですけど、その分もしかしたら一輪が大きくなってくれたりとかもあると思うので、
丈低くしたい場合は膨らんだ花芽は残しつつ短くするといいかなと思います。咲いてくれるのは咲いてくれます。あと中のこの落ち葉を取り除いてすっきりして、ここは寒いのでマルチングしたいと思います。これも絶対やらないとダメというわけではないと思うんですけど、全然自然界では誰もやってくれないのでやらなくても大丈夫だと思うんですけど、この下にやっぱ虫が越冬してたり、病気も枯葉と一緒に越冬するので、まあ、取っておいて株元すっきりしとくといいかなと思います。で、指がなかなか入らないので、なんか長い水槽用のピンセットとかあると便利かと思います。ちょっと今日持ってきてないのでできないんですけど、で乾いてたらブロワで吹き飛ばそうと思ったんですけど、今朝まで大雨だったのでなかなか無理かなっていう感じ。ちょっと一回やってみます。やっぱピンセットあった方がいいと思います。こんな感じで株元もすっきりしました。枝数ももう少し減らしてもいいかなっていう感じなんですけど、ちょっと欲張りさんなんでこれぐらいにしときます。マルチングは堆肥でしときます。ちょっとここはもう際まで防草シート引いてるので、防草シート開けてこの株の大きさぐらいのところまで、まあ、堆肥と牛糞とか入れてほぐしてあげると土壌改良にもなるし、寒肥ついでにやるといいかなと思います。で、私は今回は今少し軽くマルチングして2月ぐらい、2月か3月でも別にこの辺寒いので3月でも OK かなと思うんですけど、田んぼへ後で肥料を株元に入れたいと思います。今はとりあえずマルチングだけしてます。こんな風に分かりやすく大きな芽になってる品種もあれば、品種によっては今もうこんなちっちゃい芽で、これほんまに咲くんかなみたいな芽の大きさの品種もあると思うんですけど、きっと春になったらね、もっとぐっと大きくなってくれるので、品種によって多分花芽になる芽の大きさっていうのは違うので、全然ちっちゃくても諦めずに残してあげてください。多分ね、ガクアジサイ系は結構大きな花芽がもうできてるんじゃないかなと思います。繊細な品種もんっていうか、めちゃくちゃお上品なアジサイとかは今まだ花芽もちっちゃい気がします。感じで続きやっていきたいと思います。まずこう枯れてそうな枝、これはセールになってたアジサイを5号鉢だったと思うんですけど、ここに植えて、ブラックダイヤモンドって書いてます。それをここに植えようと思います。ちょっとね、場所もいまいちちょっと良くないっていうのもあるんですけど、だいぶ上の方の茎ダメになってます。植えたばっかりのアジサイとかこういうアジサイもあると思うんですけど、下からめちゃくちゃ新しい葉っぱが、新しい芽がいっぱい出てきてるので、
もう上この辺は全部ダメなのでカットします。植えて1年目っていうのもあるし、弱ってたのを植えたのでこんな感じなんですけど、下からたくさん出てきてくれているので、このままマルチングして看護へあげたら、また今シーズンはもうちょっと根っこしっかり張って大きく育ってくれると思います。それもまあちょっと品種とか場所にもよると思うんですけど、2年目3年目と徐々に株が大きくなると思います。今年咲くかどうかはちょっと別として、来年再来年に期待して株を充実させるっていう育て方でもいいかなと思います。この枯れた葉っぱも芽が見にくいので、ちょっと取れるだけ取ろうと思います。無理して取らなくても多分取れていくと思います。まだ寒波が来そうなので、ここの中の落ち葉はこういう下から出てる新芽を守るためにももうちょっと置いておいてもよかったかなと思います。こんな感じで株元をこう落ち葉で守っている方が株も守られて新芽も守られるので、寒い地域ではもうちょっとこのまま置いておいてもいいのかなと思います。なので今回はちょっと腐葉土で芽かぶし気味になんですけどマルチングしました。ちょっとお尻で芽を折ったりしながらなんですけど剪定できました。続きまた少しずつやっていきたいと思います。柏はアジサイも一緒で、もう枯れてる枝とかがあるのでこれを抜いていきたいと思います。もう多分ねポキって折れるぐらいこれはもう元から枯れてます。根元から枯れてた枝がこの辺結構あったので、それを全部抜いて、来週はマイナス4度の予報があるのでマルチングしておきます。堆肥が途中でなくなってしまったので腐葉土でマルチングしておきます。柏葉アジサイも今冬に強剪定してしまうと
今年の花芽を落としてしまうことになるので、これも枯れた枝とかちょっと勢いのない枝だけを間引く感じにします。これが夏花の終わりに切ったところで、多分まあここに咲いてこれも花芽になってくれるのかなっていう感じなんですけど、柏葉アジサイは根元からこれぐっと伸びて一本伸びてきて、この先に花が咲くっていう、こう一本立ちで咲く性質が強いみたいなので、こんもり茂ってもらうためには花終わった後にカットして、その下の脇芽伸ばしてこんもり仕立てるっていう、なのでこういう枝がある場合は夏花が終わった後に、まあ、短くしたかったら、まあ、結構下の方でカットすると、アギから脇芽が伸びてきて、来年はこう枝分かれして1本から数本花が咲くっていう感じになります。これは去年植えたピンクの柏葉アジサイなんですけど、いい感じの脇芽が出てるので、この上でカット。去年の花後にここで切ってるので、その後にこの2本が伸びて成長して、多分これが今年咲く花芽になると思います。でその下からも、まあ、これは葉っぱかもしれないですけど芽がいっぱいあるので、今年はこう咲いたあとまたカットするとさらに脇芽が増えるっていう、花数が増えていくと思います。これも今年切ったのがここです。で秋からこれぐらい伸びた、20センチぐらい伸びてるっていう感じになります。これはまだ苗木植えて1年経ってない、半年ぐらいなので、また今年1年でぐっと成長してくれるかなと思います。ちょっとね、北風、向こうが北で北風に吹かれてだいぶ枝がこっちにこうなびいてる感じなんですけど、ちょっとまた夏の終わり花後に剪定してバランス整えたいと思います。これでここのアジサイはだいたい剪定とマルチング OK です。これがアナベルです。アナベルは新枝咲きなので、この冬の間に地際でカットします。アナベルは春から出てきた新芽に花芽がつくので、どこでカットしても大丈夫。もう地際スレスレでカットしておきます。鉢植えも一緒で、鉢植えも地際でカット。あと植え替え作業も冬の間が一番いいので、あんまり寒い寒冷地とかではもっと3月とかなってからの方がいいかなと思うんですけど、冬の間に鉢植えから地植えに地に下ろしたり、あとこれ株分けすることもできるので、こんな感じで株がここ全体に株があるので、もうスコップでザクっていって掘り、こっち側半分掘り上げて
株分けすることもできます。それも冬の間が一番ベストなシーズンなので、すごいね、枯れたかと思うぐらい何もないんですけど、株分けして増やすこともできます。で、あとこれも寒肥を上げとくとまたお花も大きくなるし、株もよく増えます。こんな感じで新芽、芽が出てきてると思うんですけど、こんなんも全然無視してカットして大丈夫です。明日からまた寒波なので、だいたい掃除してこの上堆肥でマルチングしておきます。アナベル寒さにはめちゃくちゃ強いので、まあ、本当はしなくても大丈夫ですただまあ土壌改良の意味もあるので腐葉土を引いておきます。アナベルはもうマイナス20°C とかなっても耐えれるぐらい、まあ、すごい耐寒性があるので、寒冷地の方にもめちゃくちゃおすすめのアジサイです。そしてこれ今1月、まあ、下旬後半20何日やったかなまだね、明日から寒波が来るので、今寒肥別に入れても大丈夫なんですけど、ここはもう雪が積もったり寒いので3月頭ぐらいとかでも全然肥料は間に合うので、それぐらいに入れるように、2月後半とか3月入ってからとかに順番に入れるようにしてます。あったかい地域の方は今入れてもらっても大丈夫です。先日の寒波でもう雪の下になってしまったので、寒肥はやっぱりこの辺は寒いので、もう少し暖かくなってから与えようと思います。何加えてんの？